100回沖と魚拓の麻雀ロワイヤル7回戦のスタートでーす。よいしょーと、さあいよいよ山場に差し掛かろうとしております。対局者の皆さんに今回の意気込みを伺ってまいりたいと思います。まずは、現在、5番手森本レオ子さん。はい、ビリだけは回避します。そうですね、前回ちょっとね勝敗という事件もありましたしちょっと一回そうです、ね、体をほぐしてもらってもいいですか。はい、わかりました。ちょっとねキモーうわキモーとか言わないでくださいよ。すごいすげーこんだけ曲がる。すごいね、回るんですよ、柔らかいんです。あ、ね、次だ、ビッグな対応。本当にすごいね。すごい、はい、どんなあれでも対応します。しますよボール球すか何アピールですか。武田さんボール球すか。ボールですか。ボールじゃないです。ギリギリ内角低め入ってますか。内角そうですね、はい入ってます、ね、ありがとうございます。まあ、ヘルモンじゃないですか。ヘルモンじゃないです。ヘルモンじゃないです。聞けよカジアンの話をよほらすいません。まあでもあの本当に、はい、あのお弁当代が、目前ですので、はい、ここで一回踏ん張ってください。頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。そして現在第4位の魚拓さん、どれぐらい差あるんですか。28ポイント程度ですね。なるほど。なのでやっぱり人順位が結構大きいです。モチベーション上がってどれぐらいって埋めたんですかね。下の方ですかね。地べたにどれぐらいですかね。まあ連勝連勝で、はい、頑張りたいと思います。切っていただければと思います。はい、そして現在トーナメントリーダー沖さん。はい、どうも、ラリー X 大好きっ子沖ひかるでございますとさあ来たよ。前回もね、まくられたとはいえ2位でプラスキープ。もうここでトップ取ったら、はい、60% ぐらい優勝の可能性もっとあるんじゃないですか。もうちょっとある、ったら 80% ぐらいあるのかなって感じですね。いやもう 80% あるでしょ今。いやまだわかんない。だって100ポイントぐらい離れてるんじゃないですか。そうですね、俺だってラス2回であれだよ、親の3倍マン打ち込んでるビリになったんだよオープンリーチに。あれを忘れないよ俺は。なるほど、まあ、最後まで油断しないということで、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。そしてラス親滝沢プロ。はい、さあ沖さんとの点差100ポイントちょっとということで、ラスト屋だとねトップになってもまだ連チャンという可能性もありますよね。やめなくてもいいですもんね。そうですね、沖さん沈めるしかないですよね。まあ頑張ってください。はい頑張ります。はい、というわけで、7回戦まもなく東杯のスタートです。お願いします。お願いします。お願いします。ウェブ上でぶつかり合う熱き東杯、超本格4人打ちオンライン麻雀ゲーム、麻雀ロワイヤル。グイタンあり後付けありの定番ルールを採用した公式戦のほか、全く新しい5戦点持ちトン1局のみの真剣勝負ロワイヤル戦も搭載。他の対局者から飛ばされることなく、プレイヤー同士で奪い合うジュエルを誰よりも多く収集せよ。麻雀ロワイヤルでは随時さまざまなイベントを開催中。日本プロ麻雀協会のプロ雀士が参戦するイベントも定期的に開催。さらに豊富な蓄積データで自分の記録をいつでも確認可能。実践復習を繰り返し雀力を高めよう。超本格4人打ちオンライン麻雀ゲーム麻雀ロワイヤルはヤフーモバゲーにて好評サービス中。麻雀ロワイヤルで今すぐ検索。というわけで、今シリーズより、株式会社バンダイナムコオンラインさんよりスポンサー提供していただいております、このマージャンロワイヤル。初級者の方もマージャンロワイヤルのゲームでお楽しみいただけたらと思います。実況席は、今もお話がありました、琵琶湖さんです。よろしくお願いします。帰ってまいりましたね、この席に。もうすごい居心地いい。居心地いいですか。今手が良かったのは沖さんでしたね。またもう沖さん手まとまってましたね。ドラがパーソーです。沖さんドラドラなんですよね。この次移ります。パーソーが2枚、そしてチートイツも狙えそうで、沖さんもうここ何回かツモがものすごくズバ抜けていいんですよね。
さあ魚宅さんは3色しごろの3色を見たいところか。沖さんこれ9ピン切ったんで、まあちょっとロスといえばロスなんですが、それでもまたメンツができました。滝沢プロは 1,2,3 の3色を狙っていくようです。さあ、あ、しかしこれ9ピンが振り点なんですが、ただまあチートイツにしちゃえば大丈夫なところです。いいシャンテン、いいよ喋って。いや喋ることはないです。喋ることはないの。喋ることですか。本当いっぱいあるでしょ、喋ることなんか。もう疲れたんですか。そうです。いやもうね、自分に優勝の目がだんだんなくなってくると、はい、もうこうなるのよ。いや真剣なんですよ、単純に。一回トップ取ったらまた変わるんだけど、うん、パターンなのよ、パターン。レノンの本当にレノン、メガネだけじゃないですか。ジョン・レノン、メガネだけですよね。誠実さ、あと平和を愛する心ピースみたいなとこありますもんね。そうそうそう、ラブ&ピースに本本して、まあ、ウーピンローピンを捨てていくトイトイを目指していきます。お、急走でタンヤオでしたね。失礼しました、タンヤオドラドラの方に向かっていきます。ドラがパーソーですからね。確かに振り点も解消しつつタンヤオ狙いと。せこいなまあこのドラドラ上がると大きいですからね、やっぱり。え、親誰ですか。親はレオコさんです。 あ、そうか、はい、レオコか。さあ、まあ、トータルポイントトップですから沖さん、ここはチーソーを外して3枚のくっつきも狙いたい。さあレオコさんどうしますか。単葉を見てイーマンを切る手もありますが、ここは素直に3万を切ってイーシャンテン。そして魚宅さんはローピンを捨てて、これはマンズが伸びれば単品系に向かうこともあるでしょう。あ、これ缶ローピンをチーしてウッパーピン。パーピンは自分でポンをしているので薄いですが、あ、そっか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 。ただ赤ウピンが残ってるんで、赤ウピンって漫画になる可能性も結構あると。私パーピン切ってたら、あ、持ってたら切ってるかもしれない。もうないと思っちゃって。ああ、あのウッパーピンの部分を、はい、ということは、まあ、泣かなかったかもしれないですよね、ローピン自体をね。さあ魚宅さんがイーシャンテン、シゴロのイーシャンテンです。うん、キムさん頑張れ。さあレオコさん親でリッチがかかりますね、これで。頑張れ頑張れ頑張れ。さあいけリッチ、よし頑張れ頑張れ。これは木村さんがただウーマンが浮いている手格好です。あ、しかしこれでどうでしょう。ローピン、ただこうするとウーピンがちょっと危ないか。この数万が打てるか打てない。やはり親リーチには飛び込みたくない。こうなると沖さんの上がりはどうやら厳しくなりました。あとはレオコさんが上がるか、木村魚宅さんが追いつくか。あれ缶ですか。缶がありますね。場を荒らした方がいいんですが、ただこれがウーピンが助かりました。ああ、このリーチの効果が大きかったんですねさああとは滝沢プロもこの手格好ではいけません。多分魚宅さんはスチーマンかサブロスを引いたらカンっていう、はんはんはん、テンパったところでカンして追っかけるっていう、まあ目論みというかね、そういう形で攻めようと考えているんでしょう。まあ、最悪ペイ落として回ることもできますしね。カンをしな、今カンをしちゃうと自分はテンパイしなくて、レオコさんだけ裏ドラの見れるチャンスが増えてしまうので、これは非常にうまいカカのペイの抱え方ですね。さあ9万でこれチーして テンパイ入れようと考えている沖さん、ただイーソーが通るかどうかですね。
チーソーが通りそうだということで、おそらく、いや数万の切った、イーソは通ってない、数万の方のが通しやすいと。そうですね、数万現物ですからね。これは形式転廃になるんですか。はい、なります。で、入局した時は転廃料、もちろん配定法定なら上がれます。粘りますね。ファーストが4枚。よし、流れはない。さあ次履いて引けるか。引けません。魚拓さんも履いてでは泣けない。トン2局の1本場です。リーボーが1本あります。がむしゃらがむしゃら。さあ沖さんまた手の形がいい。そして滝沢プロも今回は前に出られそうだ。喋れなくなったけど大丈夫ですか。大丈夫ですか、キムさん。俺、うん、ちょっと今ごめんなさい、喋ってる場合じゃないですマジでここだけは、ここだけは、この親が終わったらもう、あ、親が終わったらペラ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 喋るさあ、魚拓さん換算ピンを埋めましたね。滝沢さん、はいさん、いい人だよね本当に。本当に、うん、いやここまで欠点ないんですよ。うん、ここまでないよね。そうそう、なんすか、何が欠点ですか、ご自身で思う欠点。いや、なんかとんでもない性癖があるとかもうそういうのしか考えらんない、ね、僕がいない時言ってましたよね、ちょっと聞こえてそう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 、聞こえてきました。なんすか、なんか欠点、自分これだけ俺酒臭いってことですね。え、酒癖悪いですか。いや、酒臭い時が多い。酒癖は悪くないんですか。悪くないと思います。悪くないっていう人はね、悪いんですよ。好きです。へえ。それだって逆にいいポイントでしょ。ですよね。本人、喋りかけられてる本人、自分の手配と皮ぶわー見てて、ね、もうあらぬなんつうの、我関せずみたいになってたよ。今一応テンパしてるんですよね。すごい目の動き方だったからさ。手代わりを待つんですか。手代わりを一応待ってますね。想像の変化、うん、これでリーチいくかもしれないですね。動きがあって一応ウーマンを切ってるんで筋待ちにはなってるんですよね。筋のパーマン待ち。ただリーチ宣言杯の筋って意外と出ないんで、何でもいいです、何でもいいです。もう毎日、毎日飲むんですか。大体飲みますね。どこで。飲み屋で。はい、家じゃなくて。家の時もありますけど。すげえな。クラブとか行く。いや行かないです。昔は行きましたけど。あんま居酒屋みたいな。そうです、居酒屋とか。じゃあ純粋にお酒が好きなんだ。はい。魚拓さん甘露草転廃です。なんか納得いかないですよねそれ欠点じゃねえじゃん。じゃない、全然じゃないですよ、ね、なんかないですか他に。絶対ありますよ。ま、前の女になんか指摘された。指摘された。 あなたここダメみたいな。あ、ないんじゃないですか。これも酒飲みすぎですからそんなもんかすね。ほんと欠点ないじゃないですか。だってもう向こう50年ぐらいあんたですよね、死ぬまでいやだってもうトップになるの目に見えてるじゃないですか、団体の。もちろん重鎮として名人戦とか出るんですよ、いずれ。いずれね、間違いない。もう何にも言えなくなった。滝沢さんが何を来たら手代わりになるんですか。例えば、はい、ウーソ、はい、赤ウーソなんかを引くとベストですけどね。はい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 、はい、ない
三名待ちになるってことですね。そうですね、この次出てきます。滝沢プロの手牌はここでウーソを引くといい、うんうんうん、でチーマンでも大丈夫ですね。6球マン捨ててないので振り手にはならない。あ、ここでもう男から見ても嫌味がない顔だもんね。あれですね、魚拓さんの手牌に振らないようにおそらく今回っていったんだと思います。キムさん親なんですか。そうです。あ、そうか。さあ沖さんこれで天牌スーソを捨てた6球層とリャーウーマンの対決になりました。さあそして滝沢プロは、パーマンと一応図書完了させております。さあ魚拓さんが勝つか沖さんが勝つか。沖さん4枚目のローマンだ。ムカつくですか。ん、ムカつくですか。いや貫通ばっか。あ、ムカつくって聞こえた。貫通って言った。まだ上がり牌には遠い。6球層の球層はまだただ生きているので、あ、これでリーチいきますね。あ、おそらく。おお、すごいすごい、カジャーすごい。いや、これは分かりやすい方です。これで、赤を引いて、まあ、少し高くなったんで、であとサブローピン自体はまあまあ生きてますね。あの沖さんもウーピンが自分で3枚使っているので、そのウーピンのを使った町、例えば4号とか5号みたいな町は薄いと考えるので、もしかしたら3ピンとあたり掴んだら出るかもしれないですね。お、一発も。さあ滝沢がリーチ一発もドライチ2004000です。あ、でもね、2100、4100天敗崩しからうまく復活させて漫画に仕上げましたね。私だったらその6とあの8でもリーチいってます、うんうん、すごいな。でもウーマン切ってるんでそれで8万が出てくるかもしれないですからね。そういうのもあるんですよ、やっぱり深いですね。そうですね、いろいろでもあのやり方があって楽しいと思います。あの自分であでもないこうでもないやりながら失敗して悔しがったり成功して喜んだりで、はい、いろいろやってみるといいと思いますよ。はい、さあ、滝沢プロの漫画のツモで、現在トップ目滝沢、2番手沖さんという形並びになっております。トン3局あら、俺とキムさん同点。同点ですね。キムさん頑張って。ああ、なるほど、いい話があるよ。何？滝沢さんへの質問、視聴者からの。ほう、あるんだ。いきなりツイッターから来た。ほう打ったことのあるパチンコパチスロは何ですかって。ああ、ですね、好きだった台とか。ファインプレイ跳ね物です。そうですね、あの磁石のやつでしょ。そうです、ずっとなんか癖がいいのがあったんです。癖とかがそうなんだ。置きっぱなしなんです、そのまま。へえ、稼いだちょっとだけ。あ、はい大丈夫ですね。へえ、なんか気まずい会話になって、まあ、まあ正直言っていいですか、うん、でっていや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 、そんなことない、そんなことない、そんなことない。でも実際どうなんですか、結構打ってたんですか昔は。まあ、そんなんていうんですかね、まあまあまあ打ちました、普通に。パスロは、パスロは そんな得意じゃないです。え、ファインプレーしか打ってないパチンコ。その時はそれしかファインプレーの頃って何だ、他のパチンコ。サメのやつ、結構前ですよね。サメのやつ、年齢のことを気にしたってこと。そうです、そうです。あ、大丈夫ですよ、大丈夫です、大丈夫です。18歳ですから。はい、常にみんな18歳ってこと。常に大丈夫です。さあ滝沢プロが総図の一色点に向かっているんですが、まだ遠いですね。むしろレオコさんの方が早いかもしれません。お、魚拓さんはここからトイトイもあるんですが、どうでしょう。違うじゃん、残すか。同点じゃないよやっぱり。5000点違いますね、魚拓さんと。これ2万
24,000 円あるもん。裏切られた。おかしいと思ったんだよね。そうだよね、俺2位ですよね今ね。そうです、沖さん逃げない2位です。いつの間にレオコポンにまくられたのかと思ったの。はい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 、納得でございます、納得でございます。魚沢さんペー茶ですね。ペーは場に出てないですから、まあリーズのペードライチ、ドラドラのような形を目指したいところです。今もう一切パチンコパチスロ興味ないでしょ。そんなことないですよ。あ、本当ですか。あ、思い出した。テレビチャンピオンって番組やって、はい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 、あれであれを見て、うん、面白そうと思ってやってみたんです。最初大崎さんが優勝したやつ。僕もあれそれの番組で大崎一万発さんのことを知りました。あ、本当ですか。はい、すごいロン毛の時代の。あ、ビジュアルとか出てたやつだ。チャンピオンになった人が先輩にいるんですよ、元上司みたいな感じで。いやいや、大崎さん知ってるっすか。知ってるの、はい、あ、知ってるというか僕が一方的に知ってます。あ、大崎さんのことを、はい、ドラを切って闇天。さあドラを切って、これでトークをしながらも天敗には気づいているでしょ う, そう。ピンフですか。これピンフです。ドラって何でしたっけ。ドラパーマンです。ドラ切ったんで今なので天敗してるんじゃないのみたいな。イーシャンテンか、もしかしたら天敗してるかもしれないみたいな。しかしこれでレオコさん3イーマンイーマン落として単葉にも向かっていきますが、イーマン落としてリャンマン引いたピンフになりますしね。サブロスを待ち、もちろんイーマンの途中に3万やチーソーが出たらポンもできます。ここはイーマンを切ってほしい。よくできました。いいな、私も褒められたい。いや褒めてますよ本当。いやごめんなさい、嘘ついてました。あと2回あるんで、あの頑張って褒めれる。あ、でもその前のあの第6ゲームでのトイトイは良かったですよ。そうなんですか。はい、あれは沖さんがもう圧勝しそうなぐらいいいつもしてたんで。ああ、止めたっていうことですね、はい、そうですね。で初トップになりましてプラスになったし、あれは良かったです。若いっすよね、33歳の中では。中ではうん、ダントツで。同い年っていうと誰ですか。同い年ですか。マージャンプロの方で。マージャンプロで勘助さん。勘助の方が、あ、上でしたっけ。 下です、僕。下。若い。同い年誰かな。ゆからに笑うじゃん、若いじゃないですか。うん、若い。あの、勝又さんは。勝又は僕より下です。詳しいな。猿川って知ってますか、ね、あー、猿さん。猿さん。猿さんは僕より、あ、僕と同い年。猿様が同い年。さあ、このペイを切ると魚沢さんがポンする可能性が高い。ポン。ポンしました。なんでもわかるなー。ペイの人なんでね、ペイ役配ですから。あ、これで赤嘘と振り返って、さあもう滝沢プロはあの沖さんに対してテンパイが入ってるだろうと思って本当は想像集めてるんですけど4万とか止めてるんですよね。さあ魚沢さんテンパイが入るか。入りません。そういうことか。この次出てきます。これ全然関係ない数万なんですけど、おそらく沖さんに対して切りづらいと思って止めてるんですね。このローピンは仕掛けてる魚沢さんのゲーム2。あ、これも止めますね。あとはレオコさんにテンペが入るか。ポロリやろうとしてんの。何ポロリを。今沖さんはこれは さあ天敗キープ沖さん、そして滝沢チートイズのイーシャンテンになりましたね。ヒューチ。さあこれで魚沢さん天敗が入ります。ペンチーマン。さあプロテンパイせず流局と。これで、沖さん魚沢さんの2人テンパイでオーラスに移ります。早い。
現在トップ目は、滝沢プロ 31,300点、2番手ボクさんで 25,900、また3番手がレオコさん 21,800点で、魚拓さんが 29,000 と5000点差。親誰ですか？親は滝沢プロです。レオコボン知らないよ俺。さあ滝沢プロのハイパーはどうか。とにかく上がり続けなければいけないというのがちょっとなかなか難しいところですね。あそこテンパイも終わっちゃいます。はい、パイ流れで本当は点差が大きいので、あのできれば4万点台5万点台のトップを目指したいところですけど、テンパイしても流局したら終わってしまうルールなので、話が膨らまない。膨らまなくていいんですよ滝沢さんは。欠点。ああ、はい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 。例えば兄弟いるのっつって、あ、いますよみたいな。そっから膨らまないっていうね。そのパターンありますよね。パターン。性格のパターンじゃないですか。何でも俺パターン認識するタイプだから。エヴァと一緒よ。エヴァと一緒。パターン認識理論なのよ俺は。いや、うん、理論もクソもない。いや本当田山さんとかエヴァと一緒なのよ。すなわち田山さんとエヴァは一緒なのよね。わかるよね。いや全然わかんないです。全然違います。全然違います。全然近い。近くないです。近くないです。パターン認識でいくと俺滝沢さんとめっちゃ合うのよ。いや合わないですね。本当全然合わないですね。うざがられてる。実際うざがられてるかな。大変な男っぽいですよ。確かにね、言える。俺女性能だからちょうどいいんじゃないかな。いや、ちょうどいいとかどういうことなんですか。付き合うならね。いや、付き合う、そっちですよ。その多少猫の話あったらいいかもしれないですけど、はい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 、男同士って言えば多分合わないですよ。ああ、そっか。俺誰とも合わないかな。そうっすね、基本。今悲しい現実に気づきましたけど、誰とも合わないんですよね。僕はね、だって一人好きでしょ。一、うん、人が大好き、ね、あ、滝沢さん一人好き。人でどっちも、どっちも女と一人どっちがいいっつった。一人しかいいです。あ、女より一人っすか。中谷美紀っすよ。おいおいちょっと分かりづらい。レオ子じゃないですよ。中谷美紀っすよ。うるせえよ。深津絵里でもいいですよ。んそっか、ちょっと喋ってみないと分かんない。喋ってみない。どんだけ真面目なんすよ。じゃあ喋ったことあるだけ。私なんか一歩リードしてる可能性ありますよね。真面目だな。じゃあレオコといるのと一人でいるのどっちがいいですか。分かんないじゃないですか何も。え、何も分かんなくて聞きましたよ。スケって時点でなんかスケって女のことですか。女性っていう時点で。あ、そういうことですか。それはダメ。あんまり。あー、いや区別してないです。そんなに女性かどうか。マジっすか。そこまで。じゃあ今日、まあ、滝沢さんが4人いるじゃないですか、はい、飲みに行くとしたら誰ですか。誰って1人ですか。あ、1人。男2人、女性2人いますけど。指名制です。誰か1人。俺は省け。飲みに行くなら飲みに行くなら、うん、ちなみにお酒好きなのは俺以外の人。あ、私は好きじゃないですね。私めちゃくちゃは好きじゃないですね。美和姉さんは好きですね。そうなんですか。飲めますよ、はい、焼酎も日本酒は飲まない。アピールしてますね。強いて言うのは誰と付き合いたいか。付き合いたい。付き合いたい。話をこううまく。その二択競り勝てなかったらちょっとショックですよ。誰ですか。酒は魚拓さんかな。なんでか分かんないですけど。キムさん。やっぱそれは知名度の。いや、ちょっと待ってください。俺もそこそこ頑張ってんですけどね。僕もね、こっちの業界では。こっちの業界知名度って。そっか。じゃあディズニーランドだったら誰ですか。ディズニーランドですか。ディズニーランドだったらサシス。え、ちょっとサシランド。サシランド。サシランドっていうの。なんか罰ゲームみたいですね。いや罰じゃないですけどね。罰とは思わないけど。あの怖い
の乗れないんですよ一つも。あ、私も乗れないんですよ。何合わせてるの絶対嘘。本当に乗れない。乗れない乗れない、本当に乗れないんですよ。あれ本当にスプラッシュマウンテンとかちょっと無理です。ものすごい苦手 ですかですね。さあ滝沢プロ、ここでどう構えるか。お、なるほど、イーペイコウメは残さない。さあこれでテンパイ入りました。さあレオコリーチ君の完全リーチの構えだもんな、ね、オープンします。リーチオープ ン, ープン引っ掛けリーチだけどオープン、まあはい、さあリーズもオープン、ドライチで積もれば満貫、レオコさん積もればトップですね。さあさあさあこの3万が3山ない。いや、いる 3万山にいますよ。いや頑張れそれ来い。もうちょっと貯めてほしかったですね。まあでも一発でなくても積もれば OK ですから。高いですよね。高いです。もう積もればトップです。レオコー、ここだ。うわー、でしょー。すごい来ました。お前すごい。リーチ一発、あ、リーチズモオープンドラ積まないですけど満貫です。これでトップ逆転。素晴らしい。え、まくったん。はい、まくりか。まくりなら俺ある意味ラッキー。来ましたよ。ほんとだ、オープンしないと。ということでトップがりょうこさん。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今のは気分が良かったです。よくオープンしましたね。あのちょっと高く点数つけないといけないなと。めっちゃパワー送っとったもんな。ありがとうございます、ね、あの絶対誰も切らないですよね。まあそうですね、ドラですし、うん、出てくるパイではないんで、むしろ好判断だったと思いますよ。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。これでよかった、お弁当回避したんじゃないですか。今のところ回避ポジションです。よかった。まあまだ残ってるんでね。まだわからないんですけど、あ、そうですよね、とりあえず、はい。そして、まあ、最後惜しくもまくられてしまいました滝沢プロ。はい、僕も追っかけでオープンしようとしたのに。そうですね。あれ馬は残さないか、ローマン切ってたんですかね。結構そうでもないですか。こ、あ、この時ですか、はい、受けを広く取ったってことですか。でこう役割にして、はい、送る手もあったんですよね。そうですよね。どうせ、まあ、3万つもも逃さない、隙ない隙のない形に構えたってことですよね。さ、そうですね、3と6のどっちかの比較です。まあ、まくられたんですが、沖さんは3着になって少し縮まった。あ、でもやっぱりトップの方がいいですもんね。まあそうですけどね。そう、23縮まった今回。はい、そして沖さん。はい、どうも。今の結果は、まあ、今の結果は結局悪くはないじゃないですか。そうですね、最悪の事態では全然ないんで、うん、一番ダメなのはタッキーさんがトップで僕が3着のまま、はい、みたいな感じに。あ、3着あるいはラスに落ちるあれなんで、うん、滝沢さん2着に落ちてくれたんなら、まあなんとか、うん、悪くない、保留かなと。そうですね、いう感じです、ね、最後もね、役割の転廃を目指していく感じでしたもん ね。そうですね、2着キープでいい局面だったようにもありますし、うん、まあ、できればトップ取ればね、ほぼ優勝が主に手に入るだろうというところだったんですが、うんうん、まあ、楽しみはもう一歩先にという感じですかね、はい、頑張ります。はい、そしてなんとお伺いして良いものやら。最悪の展開ですね。最悪の展開ですね。さあ、やばかったです。やばいですねこれは。やばいですね、本当やばいですね。もう梶本さんが俺には麻雀のこと聞かないことは何にも気にならないです。今弁当の方が頭いっぱいっすい。ここから奇跡の3倍もあるかもしれないじゃないですか。頑張ります、はいはい、というわけで陽子さんの、はい、大逆転トップへ7回戦は終了したいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。優勝の親刑事やっと消えました。もう暴れまってやろうと思います。新しいパターンですでしたね。俺がパーピンな。俺パーピンな。俺がパーピン。なるほど。今のはもう物議醸し出すよね。